もしも騎手娘プリティジョッキーがあったら、に対する視聴者の反応集。騎手娘プリティジョッキーがあったら、君らなら誰引くの？武豊監督まで行く。そらお前大正義豊、武、良一、福永よ。豊はサポカのみか育成込みか、そこだな。出るまで何日でもリセマラする価値がある武豊。武豊バージョン違い多すぎて狙えないわ。げえ、またすり抜けで豊ですわ。一つくらいよこせよマックちゃん。ルメタケのグループサポカ、ルメールも楽しめる。SSR 豊か、10代、SSR 豊か、20代、SSR 豊か、30代、SSR 豊か、40代、SSR 豊か、50代、お前ら、期間限定豊かピックアップ来たぞ。どれ出ても当たりじゃねえか。サメカツ、足んない、ミルピー。騎手娘鉄人ダービースな。それは多分局所的に絶対必要になる場面あるからな。ちゃんと2点上分貯めて回したけど未だに池添さんのサポカは2突ですわね。こうなったら引けるまで課金ですわー。エールちゃん、豊もすり抜けでノリやユイチも引けてるんだから深追いしない方が。吉田豊に決まってるでしょ、何言ってるのよ。吉田引いたけど育し吉田いらない。豊の方欲しいらっさねー。オペラ王になって龍二を育てたい。一時期人権化するわだ。オペワダ調整しろでマジで調整されるとは。それでも強いのなんなん。みゆぴー。みゆきさんの SSR 引いたのは良いけど、引けなかったスケル先輩やエトちゃんの視線が痛い。おっとり垂れ目天然物腰柔らか甘いもの好き運動神経抜群美少女みゆぴーでセルラン爆上げたるよう。構成途中 OG1 取る。おはウインカーネリアン。ダンシングプリンス、ニョラーコイ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 。三浦構成はめっちゃ出るのに系、ニュラーは全然出ないよな。ルメコちゃん引いたからガッキーとアーモンドアイとイクイノックス欲しい。アキラくんを引くポン。ポーポッポッポン。アキラくんは美少女になる前から美少女ポン。これは PU ガチャが回ること間違いなしポン。おにゃんこポンなんだその語尾は。オス、限定サポカ SSR アキラ監督。オス。おはからてくん。たけしを絶対に救え不明。すごい数の名馬が集まってきてる。武豊ゲージャンつまんな。三代目武豊が弱くされてるから燃えてるんだぞ。黒の、雄一、いいよね。コン、いい。アンジャッシュ状態。よし、10連引くか。うおお、これは UR 確定演出？きたきたきた。UR、アルティメット雄一、福永雄一、が当たった。やっと数を貫突できた。数を引くるだねー。漏れなく先手必勝がもらえるだねー。未来のサポカ初期と比べて強くなったから崩さなくてよかった。一般集荷勝馬。流星来い流星来い流星来い。二次演出、来た。キー、何よその顔。一般集荷勝馬とかよすぐわかるコスキ。流星の女王になって。果たして優川競馬マシーンの方なのか刻み生姜の方なのか。キャンプ好きの笑顔が可愛い子よ。ソロキャンプバージョンの川田優が貫突する。あら、今は公平ピックアップなのね。回してみようかしら。ピピピ、この子に相性がいいのは、この騎手娘、ガチャ演出キラー。R、アツヤ、西村、が引けた。ギベオンとベレヌスが横でうなずいてる。一か八かですごいことするベータナちゃんか。風水パワーで豊さんとベータナさんを2枚抜きできて5万越なリッキーさん。ベータナのイベント明るい話が多いのになんか急に話が重くなったんだけど。ユージとベータナとノリさんが引けたらリセマラ終了しますね。期間限定でジョッキーたちの垢抜け前も実装してほしい。SSR グループサポか、伝説の騎士家庭3期生、か。新育成ジョッキーピックアップ、SSR、絶殺のヒットマン、的場仁志、登場。的場仁志はプレイヤーレベルが上がると、もう僕がいなくても大丈夫だね、と言って勝手にいなくなりそう。チュートリアルで育成するダスカポジのジョッキーがたけしであってほしい。チュートリアルにするには刺激が強すぎますね。確かに絶対に勝たせたいと思わせるようなタイプだしチュートリアルには向いてそう F ね。たけしの育成目標エグそう。ダービーの後しばらくたけしが曇る F よ。お前がいつか塗り替えるんやで。おそらく誰も騎手を美少女したりせずそのままの姿で語っていることと思われる。新育成ジョッキーピックアップ。SSR、モテるってのは辛いよ、池添健一。SSR、覇王を思って、和田裕二。
SSR、あなたに捧げるティアラチョコ、酒井流星。バレンタインでチョコをもらいたいジョッキートップ3ピックアップ。一般集荷商場がまた天井してる。一般集荷商場とかいう22世代品場で一番キャラ立ちしてるんじゃないかと噂の子大好き。あの、一人どう思いのがいるんですが、新育成ジョッキーピックアップ、SSR、戦場に舞うタクト、松山康平。SSR、私を愛し続けて、三幸秀明。SSR、前人未到の三つの光、河内博士。品場三冠で活躍したジョッキー、ピックアップ。真ん中の二つ名が、重い。新育成ジョッキーピックアップ。SSR、見たくなかった背中、福永雄一。SSR、負けたら終わり、和田裕二。SSR、もう隣には立てない絶望、北村雄一。不穏な二つ名ばかりだな。だから二つ名が重いんだって。